ロイター通信がベイルートで取材したもので、2人はソファーに座り、リラックスした様子でインタビューに応じました。But then with time, and then we saw how the prosecutors were behaving, and they weren't looking for justice. キャロル容疑者には、ゴーン被告の事件に関する偽証の疑いで逮捕状が出ていますが、日本に戻るつもりはないとした上で、夫が逃亡したことを良かったと思っていると話しました。また、ゴーン被告は、すべては日産側の陰謀だと、これまでの主張を繰り返したほか、日本から逃亡した手口の詳細については明らかにせず、少人数で短期間で計画した、資金もあまりかけていないとのみ明らかにしています。